こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話なんですけれども、新規事業開発です。新規事業開発の特に初期フェーズにおいて何が大切かを考えたときに、一言で突き詰めると顧客理解だと私は捉えています。なぜ特に初期フェーズですね、新規事業開発では顧客理解が大切なのか、どういう向き合いをしていけばいいのかについて一緒に掘り下げて考えていきましょう。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日は新規事業開発の話です。特に開発が始まって初期のフェーズにおいては、顧客理解がすごく、本当にすごく大事ですよという話をさせてください。で、これはよく、あるかなと思っている、新規事業開発の典型例で、特に大きな企業にあるなと思っていることです。で、それはですね、顧客理解をせずに、まずは顧客のところに行かずにですね、まずは社内とか、あるいは競合ばかりを見て、顧客理解が後回しになってしまうケースです。具体的には、例えば、社内でのこれまでの似たような検討状況、新規事業開発をしていくときに、その事業に関連する似たような検討が社内ではなかったか、まあ、社内に詳しそうな人にヒアリングを行く。または、競合の類似商品やサービスを詳細に分析をするんですね。で、または、参入する市場がどれぐらいあって、その市場規模だとか、その中で取れるシェアはこれぐらい。あとはその市場が成長率がこれぐらいあるというようなその市場の分析ですね。このような社内に目を向ける、競合に目を向ける、市場全体の量的なこう数字、そこからすぐにじゃあ収益はどれぐらいで、投資、開発への投資はこれぐらいで回収できますというような、要はこう社内にいて分析ばかりに目が向いてしまうようなことなんですね。で、このやっていること自体は、後々は必要になってくることなんです。で、ただし、ここで強調したいのは、新規事業開発の初期フェーズにおいては、これらのことはやらない方がいいんですね。むしろ、やらずに。で、何をやるかというと、顧客のところへ行って、自分たちの仮説をぶつけて、顧客からフィードバックを得て、そのプロセスを通じて顧客を理解していく。一言で言うと、顧客理解なんです。で、本当にこれは新規事業開発の最初のフェーズでは重要だと思っていて、顧客に対して2つのターゲットを設定するといいんです。2つのターゲットとは何かなんですけれども、ターゲット顧客とターゲット課題です。で、前者のターゲット顧客、これは聞き馴染みがあるかなと思っていて、要は自分たちの想定する顧客は誰なのかというのをしっかりと絞って具体化していくんです。こういう顧客の人たちが自分たちの想定する顧客ですという顧客の定義です。で、もう一つ後者、ターゲット課題です。ターゲット課題とは何でしょうか。これは先ほど設定した顧客が抱える問題から、それを解決するために何をやるかという課題があるんですが、その課題のうち、どの課題を自分たちが向き合うのかです。というのは、顧客を設定したとして、その顧客も複数の課題を通常は持っているんですね。大小様々あって、で、その様々な課題の中から自分たちが本当に注力する課題は何かというのをターゲットを絞るようにターゲット課題として設定をするんです。で、このようなまずはターゲットの顧客を設定して、その後その顧客が持っている課題の中で自分たちが注力するターゲット課題、これも絞っていきます。この2つのターゲットを絞ることによってよりシャープに顧客のことを理解していくんです。はい。で、ここまでの特に新規事業開発の初期フェーズにおいては、顧客理解、競合や市場、あるいは社内だけで、社内よりも顧客理解を重視しようという話でした。で、この話を他に少し着想を広げたときに、フレームで 3C ってありますよね。3つの C からなんですが、カンパニー、コンピティター、そしてカスタマーです。で、カンパニーは社内。コンピティターは競合で、カスタマーは顧客です。この3つの C をバランスよく見ていくことが 3C のフレームの良さなんですが、今回の話は 3C のうち、特に初期開発フェーズにおいては、カスタマーですね、3つ目のカスタマーを注力して、残りの2つ、カンパニーとコンピティターは、なるべく後回しにしようという話なんです。
で、社内関係者のヒアリングに最初に行きがちなんだけれども、その前にまず行くところ、行くべきなのは顧客のところなんです。で、また競合調査の前に顧客が置かれた状況、先ほどターゲット顧客とターゲット課題を絞ると言いましたが、顧客の課題は何か、その背景にどんな解決したい問題があって、その問題はもしかしたらすでにお客さんが気づいていることもあれば、まだまだ気づいていなくて潜在的な問題かもしれないんです。このように時には顧客本人以上に自分たちが顧客のことを理解して、それによって顧客課題が分かってくる。こうした顧客の理解をまず深めて、その後に社内にヒアリングを行く、あるいは社内の説得をする、競合調査をするという順番がいいです。3C のフレームでは、一般的にはその3つの C に優劣はなくて、全部バランスよく、3つバランスよく見るというのが 3C のフレームの使い方なんですけれども、こと新規事業開発の初期開発フェーズにおいては、順番が明確にあって、カスタマーである顧客なんです。で、顧客の理解をやるということは、自分たちが一番その顧客に対しての一番詳しい人たち、つまり顧客への専門家になるっていうことなんですね。で、顧客に最も詳しい状況になって初めて、社内のヒアリングに行ったり、説得をする。で、競合設定も顧客理解をすると、おのずと見えてくるものなんです。で、これどういうことかというと、少し補足をさせていただきたくて、競合設定というのはあくまで顧客視点であるべきだと私は考えているんです。顧客視点、顧客目線での競合設定とは何かというと、顧客の頭の中に思い浮かぶ、選択肢ですね。それがこう、競合になるという考え方なんです。もう少し解説をすると、お客さんがじゃあ何かをしたい、何かを欲しいと思ったとしますよね。その時に頭の中にどんな選択肢が思い浮かぶでしょうか。これはお客さんそれぞれだと思うんですけれども、お客さんを理解する過程で、他にどんな選択肢があるか。で、他にというのがポイントで、選択肢の例えば5つあったとして、その5つのうちに自分たちが入ったとします。で、残りの4つの選択肢が競合にあたるんですね。で、その選択肢は自分たちから見た同じカテゴリーの競合サービスかもしれないし、全く違うカテゴリーをお客さんは同列に比較対象として選択肢として挙げているかもしれないんです。で、後者はお客さんに聞いてみないとわからないし、で、お客さんに聞いてみるからこそ、あ、こういう競合、こういう選択肢があるんだと。あ、じゃあこれに対して自分たちが比較して優位になっていること、強みは何かというふうに見出していくんです。このような方法で顧客理解をすることによって、おのずと競合設定ができていると、できていくというのはこういうことなんです。なので、ここでのポイント、もう一度今回お伝えしたかったことは、顧客理解から新規事業開発を始めようという一言になります。顧客理解をして、その後に社内へのヒアリングだとか説得、または競合設定をしていく。このような 3C の順番では、まずはカスタマーです。その後にカンパニーとか、コンペティターを見ていくといい。こんな順番で新規事業開発では、特に初期開発フェーズですね。初期の段階では顧客理解を徹底的にやっていくというのが、少しでも新規事業開発を成功につなげていくためのポイントだと私は考えます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひぜひ聞いてみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。